ゾーンディフェンスとは、球技におけるディフェンスの戦術の一つで、マンツーマンディフェンスと対になる戦術である。特定の相手選手につかず、自陣の守備エリアを各ゾーンに分けて、それぞれディフェンスの選手が各ゾーンを受け持ち、自分の受け持つゾーンに侵入してきた相手選手に対して守備を行うというものである。また、ボールホルダーに対しては、 原則的に最も近い位置にいる選手が守備を行う。ゾーンディフェンスの利点としては特定のマークを持たないため、守備側の配置が、オフェンスの選手の位置や動きに依存しにくく、ディフェンスの選手同士の感覚などのバランスが保ちやすく、それによって、ディフェンスの選手が抜かれても他の選手がフォローし、安いという点と、ディフェンスの選手が存在しないスペースを作りにくいという点などが挙げられる。 また、ディフェンスの選手同士の連携がうまく取れていれば、個々の選手の1対1における守備能力がそれほど高くなくとも失点を防ぐことができるとされている。ゾーンディフェンスにおいては、自分の受け持つゾーンに侵入してきた相手選手に対してマークを行う。自分のゾーンから他の選手が受け持つゾーンへ出ていこうとする相手選手に対して、 マークの受け渡しを行うかマークの受け渡しを行わず、そのままついていくかはその時の状況やチームの方針などによって異なるが、マークの受け渡しを行うと、オフェンスの選手とディフェンスの選手の間に、慎重さや能力さといったミスマッチが発生しやすく、それによって、オフェンスの選手に有利になってしまうことがある。また、マークの受け渡しは、ゾーンとゾーンの境界で行われるため、 受け渡しの際は、ディフェンス同士の連携が重要である。連携が悪いと、どちらのディフェンスの選手のマークなのか、あやふやになるなど、隙ができやすい。一方、マークの受け渡しを行わないと、ゾーンの配置が崩れ守備のバランスが悪くなって、ゾーンディフェンスの利点が失われてしまったり、本来は適していない、エリアの守備を行わなければならなくなる。またそれぞれのマークマンが決まっていないため、 ノーマークのオフェンス選手が出やすい、リバウンドが取られやすい等の問題が発生する。ペイントエリア周辺の守備を固めることにより、ゴール下でシュートを打たせないようにして、アウトサイドから確実性の低いシュートを打たせて、リバウンドを狙う戦術として、主にハーフコートで使用される。3、4コートやフルコートでゾーンディフェンスを行う場合は、プレスディフェンスと組み合わせて、 ゾーンプレスとするのが一般的である。ゾーンディフェンスは相手チームにアウトサイドからのスリーポイントシュートなどを得意とする選手がいるとアウトサイドの選手を警戒するためにゾーンディフェンスの間隔が広くなってしまいその効果は薄れる。2000から2001シーズンまで NBA では禁止されていた。いかにハーフコートゾーンディフェンスの一般的な陣形を記す。 相手ゴール方向から守るべき自陣ゴール方向への順で書き記すのが一般的である。2から3ゾーン、3から2ゾーン、1から3から1ゾーン、2から1から2ゾーン、1から2から2ゾーン、1人あるいは2人だけ、マンツーマンディフェンスを行い、残りの選手は陣形を組んで、ゾーンディフェンスを行う特殊なディフェンス戦術のこと。相手チームの得点能力の高い選手や、 アウトサイドシュートを得意とする選手に対してのみ、マーカーをつけることで、特定選手の攻撃力を封じることを狙う。アウトサイドシュートの上手い選手が、相手チームに一人あるいは二人しかいない時などには、有効な戦術であるが、シューターが三人以上いた場合小人数で作る、小さなゾーンでは対処しきれない。ボックス1ダイヤモンド1トライアングルに通常の、ゾーンディフェンスをベースとするが、 ボールを持つオフェンス選手に対してはマッチアップで対応するディフェンス戦術のこと。ボールを持つオフェンス選手に対しては基本的に最も近いディフェンスの選手誰か一人が位置に応じて常に時には自分の担当するゾーンの外でもマッチアップし残り4人は通常のゾーンディフェンスを行う。またディフェンスの各選手の近くにいる選手に対しては マンツーマンもしくはそれに近いディフェンスを行う戦術を指すこともある。ボールを持つオフェンス選手の位置に応じ、ディフェンスのゾーン陣形を変化させることもある。陣形は1から2から2、1から3から1、2から1から2、2から3のほか、1から1から3、2から2から1が使われる。プレスディフェンスとは異なった形で、オフェンスにプレッシャーをかけ、ミスを誘ったり、 トラップをかけられたりすることができるとともに NBA におけるディフェンス3秒ルールの回避策としても有効である。ゾーンディフェンスとプレスディフェンスを組み合わせたディフェンス戦術のこと。ゾーン内にいる相手選手へ複数選手でプレッシャーを与えることでミスを誘い攻撃を防いだりパスやドリブルをカットしてボールを奪ったりすることを狙う。サッカーにおいては ゾーンディフェンスが一般的な守備の方法となっている。その理由は、スペースを生み出しそれを活用することが決定的なチャンスに直結してしまうサッカーでは、守備のエリアにディフェンスの選手をバランスよく配置して、効率的にスペースを埋めることができるゾーンディフェンスが有効であるとされているからである。また、オフェンスの選手の動きについていかなくとも良いため、マンマークディフェンスと比べて、 スタミナを必要としないといった利点もある。最終ラインのゾーンディフェンスは大まかに2種類に分けられる。一つはディフェンダーを横一列フラットに並べたラインディフェンスによるものでスペースを埋めることとラインコントロールによりゾーンをコンパクトに保つことを重視している。ディフェンスラインを押し上げてゾーンをコンパクトに保つことでディフェンダー同士の間隔を狭め相手のプレイエリアを狭くして 相手選手の自由を奪うことができる。押し上げたラインの後ろは、オフサイドエリアとなるが場合によっては、相手チームにとって、有効なスペースとなるので注意が必要である。もう一つはディフェンダーを一人余らせるというもので、例えば3バックであれば2人が、ゾーンによる守備を行い、残る1人は2人の間で、ディフェンスが抜かれた時や後ろからミッドフィールダーが、 飛び出してきた時などにカバーリングを専門的に行う。現在、3バックであれば、ディフェンダーを一人余らせ、4バックであれば、ラインディフェンスを行うのが、一般的である。イリーガルディフェンスというバイオレーションとなる。現在の NBA では、オフェンスプレイヤーにマークマンとしてついていないディフェンダーに、対して、 ゴール下のペイントゾーンに3秒以上止まっていてはいけないというバイオレーションが適用されている。暗いシダイらバスケットボール困った時の処方箋ディフェンス編ベースボールマガジン社2009ありがとうございます。